バモスイフットボールハレディアですということで、本日はこのガチャ動画になるんですけれども、その前に少しお話ししたいです。でこれは1月20日先日にあったeフットボールのオフ会ですね。こちらコナミさんと配信者の YouTuber さんのタイアップの企画となっておりました。でこちらヒカクさんだったりウディさんだったりメッスさん、あと AJ さんだったり樹海さん、あとメロンパンさんも参加されたようなオフ会になってました。でハレリアこちらね抽選で当たったので参加してきたんですけれども、こちら第1回目のオフラインとなっておりまして、第2回であったりとか第3回、あとはこういうイベント、他にeフットボールのイベントっていうのも、まあ、今後少し考えていたりはするそうなので、まあ、こちらねぜひ、まあ、ツイートこちらにしたんですけれども、まあ、こちらのね拡散だったりとか、あとはこの後出す、ハレリアの動画とかも、ぜひ見てほしいなと思うので、ぜひねよろしくお願いいたします。ということでガチャ動画の方へレッツゴー。バモスイフットボールハレディアです。ということで本日はエピックスパニッシュリーグミッドフィルダーズのガチャが来ましたので、こちら解説していきたいと思います。ガイスカ、メンディエタ、リバウド、デイビッド・ベッカムの3名が登場しました。ということで見ていきましょう、レッツゴー。ということで1人目はガイスカ、メンディエタになります。こちら173センチのチャンスメーカーの選手、逆足の頻度と精度は最高になっていて、攻撃のところは、比較的高い数値になってます。で守備能力のところは低いんですけれども、身体能力のところしっかりとスピード84、瞬発90、そしてキック力93、ボディコン89、そしてスタミナ93と、かなり能力に関してはバランスの取れた能力ですし、やはりこの逆足の頻度と精度のところが最高といったところが最大の特徴かなと思います。そしてやはり右サイドの適性 CMF、OMF と、こちら右サイドの選手の中だったら間違いなく現環境ナンバーワン選手になってくるかなというふうに思います。やはり右サイドかなり少なかったりはするのでおすすめかなと思いますね。でスキルのところはダブルタッチ、ヒールトリック、ワンパ、アウトスピン、ピンクロ、シャッペウ、アシュラコントロール、スルーパス、パススイン、ロブと、まあ、ダブルタッチで相手を剥がしていくこともできますし、まあ、ワンパスルパとパス系のスキルも持っているので、ここはしっかりと、まあ、ドリブルでかわしていくドリブラーにもなれますし、パサーにもなれる選手かなというふうに思います。ということで1人目はガイスカ・メンディエタでした。ということで2人目はデイビッド・ベッカムですね。身長183センチのプレーメーカーとなっていて、逆足の頻度と精度はやや低いと普通になってます。ハレリアの振り方はパス4、ドリブル8、クイックネス6、脚力10のディフェンス12振ってて、かなりディフェンス系の、選手に仕上げてます。ただパスに関しては4振りするだけで91、97までいくので、ここはかなり、評価高いかなと思います。で、ディフェンスのところはディフェンスセンスが72なんですけれども、それ以外のところが守備意識、ボール出し、アグレッシブネスと高いので、まあ、この身長183センチっていうのを生かして、まあ、中盤でかなりボールっていうのは取れるかなと思ってます。身体能力のところスピード瞬発は80両方いかないので、ここかなり、まあ、ネックになるかなと思ってるんですけれども、やっぱりこのキック力だったりってところを生かしたやっぱりこう攻撃性能っていうところが一番期待できるポイントかなと思ってます。そしてスタミナ90にあるので、プレーメーカーはそこまで動き回らないプレースタイルなので、1試合持つ体力もあるかなというふうに思ってます。スキルに関してはキャプテンシー、ドロップシュート、コントロールカーブ、ミドルシュート、低弾道ロブ、ワンパ、PK キッカー、ピンクロスルーパー、バックスピンロブと、まあ、かなりパス系のスキルが多くはなっているんですけれども、他にですね、まあ、しっかり PK キッカーを持っていたり、まあ、PK のところも期待できますし、まあ、キャプテンシー持っているので、ここキャプテン任せるっていうところもありかなと思ってます。まあ、基本的にパス系のスキルなので、やはり中盤でベッカムにとりあえず預けて逆サイドに展開したりとか、あとは右サイドで使って、まあ、クロス要因として使うのが結構おすすめの使い方かなというふうに思ってます。個人的には OMF のところのポジショントレーナーが来たら無印で使えるので、まあ、そうなるとかなり初期の決定力を生かした、例えばこういう振り方ですね、決定力の方に、まあ、かなり振ってみて、このキック力を生かしていくような100ぐらいまで上げといてみたいな育成も、まあ、個人的には結構面白いかなと思ってたりはしたので、まあ、ここちょっとポジショントレーナーが来たら、まあ、こういう感じの育成でトップ下で思いっきりガンガンミドル打っていくみたいな使い方は一つありかなと思ってます。ということで第1位の3人目はリバウドになります。こちらチャンスメーカー186センチ、そして逆足の頻度と精度は普通と高いになってます。ポジション適性は左サイドトップ下、
ST そして左サイドのウィングができる選手となっております。でこちらの選手に関してはやはり、振り方としては、まあシュートだったりパスに、まあ、5-5ドリブル10クイックネス11脚力9バット5振ってるんですけど、攻撃の面でやっぱりドリブルが全て90超えてくるのが、かなりいいところかなと思ってますし、グラッパ決定力と、まあ、全体的に能力高いですよね。ディフェンス以外のところで言うとヘディングジャンプが黄色の数値になっているんですけれども、それ以外は緑の数値になっているので、ここはバランスかなりいいかなと思います。そしてドリブルだけでなくパスもできてシュートも打てる、そして身体能力のところに関してはやっぱりフィジカルコンタクトが87あるところが最大の、リバウンドの特徴かなと思うので、この身長を生かした、そしてこのフィジカルの能力を生かしてゴリゴリっとドリブル進んでってシュートをぶち込むのがおすすめの使い方だなと思ってます。まあ、左利きなのでどちらかというと右側に置いてカットインするよりは左側に少し置いてあげてそのまま縦に行ってファーにシュートを打つ、まあ、ニアにシュートを打つっていった使い方が、まあ、コネコネできないので突進してって打つのがいいかなと思います。スキルに関してはアクロバティックシュート、軸裏ドロップ、エラシコ、コンカ、ミドルルート、アウスピ、シャペウス、ルパス、まあ、しっかりとパスも出しつつミドルシュートといったシュートスキルも持っているので、おすすめのスキルとしてはやっぱりこの決定力とキック力を生かしたところでワンシューはちょっとつけてあげたいかなと思ってます。こちらのリバードに関しては、まあ、オムフで使うのか ST で使うのかといったところで言うと、やっぱりこのフィジカルコンタクトとこの決定力を生かしてやはりこう ST で使ってあげるのがいいかなと思います。で逆足の頻度と精度っていうのは低いんですけれども、まあ、類似した選手で言うとやっぱりラファエル・レアオンみたいな感じで結構使えるのかなと思ってるので、当たった方はぜひ使ってほしいですし、この選手は結構ハレリア的にも面白い選手だなと思ってるので、トルカは今結構迷ってます。なのでね、ちょっと迷ってる方は、まあ、ハレリア含め他の、配信者だったりが、まあ、引くかどうかを、見てから、決めるのがいいかなと思ってます。で今回のガチャに関しては、まあ、正直美課金以下の方はスルーでいいかなと思ってますし、まあ、それ以上の配課金の方はこのリバウドはかなり、興味深い選手なので引いてもいいかなと思ってます。まあ、かなり評価が、まあ、二分分かれる選手かなと思うので、まあ、今後のね配信者の意見を待つのが、まあ、ひとまずはいいかなと思ってます。ということで3名のガイスカ・メンディアダ、そしてディバウト、そしてデイビッド・ベッカムの3名を紹介しましたが、それ以外にも、ギュンドアン・モドリッチだったりとか、あとはロドリゴ・リケルムだったりとか、まあ、面白い選手来ていたりはするので、こちらをね確認してみるのも、まあ、一ついいかなと思います。あとこのオリベル・トーレスとかね、まあ、ナンバー10なんですけれども結構スキル持っていたりとかするので、まあ、この初心者の方は、まあ、一度このベッカム、リバウド、メンディエーターは、まあ、かなりスカットに全然入ってくる選手だと思うので、まあ、それ以外のモドリッチ、ギュンドアンとかも含めて、まあ、結構検討してみるのがいいかなと思います。ということで本日の動画いかがだったでしょうか。ということでこの3名ね、ぜひ興味ある方は引いてほしいなと思います。チャンネル登録高評価のまだの方いましたらぜひよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画で会いましょう。バモス、イフットボール。 Lately you don't feel like yourself and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain but I can see it.